吉村調教師に大盤振る舞いについてお話を伺います。よろしくお願いします。先生、まずは前回ですね、銀ダンのカップ3着という結果でしたけれども、このレースから振り返っていただけますか。そうですね、まあ枠も最内でしたしね、まあ、初めての戦2で小回りで、はい、まあ、とかもちょっと結構難しい競馬になるだろうなと思ってたんで、はい、まあ、スタート自体は悪くなかったんですけどね、はい、もうリズム重視で、あの位置からレース運んでもらって、4コーナーまではやっぱり、ね、もう最高峰でしたし、いやこれはちょっとまずいな、しょうがないなって思って4コーナーあたりは見てましたけどね、はい、それでも最後は素晴らしい伸びでしたね、うん、そうですね、まあ、直線の足はね、やっぱりすごい目を見張るものがありましたし、まあ、やっぱりこのまあいい足持ってるなっていうのを再確認できましたし、はい、すごいレース後のジョッキーの評価も高かったように思うんですけど、そうです ね、 もうね、結構アーリントン NHK マイルカップ持ってもらってたんですけど、まあ、やっぱり走るわって武さんも上がってきて言ってましたしね、はい、なかなかね、武さんあそこまで言うっていうのがね、そうですね、うん、僕らもあんまりそんあんまりそんな言われた強化はないかな、はい、まあ、とにかく素晴らしい伸びでした、うん、まあ、先生、あのレースで 1200m でもというような思いを抱かれたんでしょうか。うん、そうですね、まああのまあ、血統背景とかもね、時計はもう本当北海道シリーズで構想してる重賞とかもね、勝ってる馬も一族にいますし、まあ、ディスクリートキャットもそんなあの距離も長い目の、ね、産駒はいないんで、まあ、戦にもこなせるだろうと思ってましたしね、うん、まあ、前走の走りで、まあまあ、あの戦にでも大丈夫だなっていう感じは印象を受けましたけどね、はい、本日行われた最終追い切りについて評価していただけますか。まあ、大盤振る舞いもあの先週ジョッキーの乗ってしっかり合わせまで消化してますし、まあ、投手はもちろん輸送もあるしね、もう感覚もそこまで開いてないんでね、調整程度で十分だと思ってましたので、まあ、早くならなさないように注意だけして、気分よく走らせてあげるっていうことに、はい、もう、こう先生の思う納得の体制というか、そうですね、もう本当順調に来ましたね、はい、最終域にもいいイメージ通りでしたし、はい、もう動き仕上がりと何の問題もないということですかね。そうですね、もうまあ、香港以来でしたし、前走が、はい、まあ、上積みもある気配も十分感じ取れてますので、いい感じだと思います。今回が中山芝 1200m の条件ですね。この点については先生いかがでしょうか。そうですね、まあ、小回りの線よりはやはりね、コース自体はいいと思いますし、まあ、ただ G1 ですからね、もちろん流れも全然違ってきますから、まあ、先週のまたコース帰りで前も止まらなくなってきてましたんで、まあ、G1 勝ってる馬優勝馬ね、 G1 のメンバーだから、そうそう簡単にはもちろん止まりませんから、うん、そういったところはちょっとこう不安材料もあるんですけどね、まあ、この馬の足脚力のでどこまで動いてこれるかってとこだと思います、はい、まあ、馬込みも苦にしないタイプ、ゴールデンイーグルなんかでもそうでしたけど、ね、内から抜けてきたりとか、そういうのはあんまり多頭数の競馬ですけれども、そういう点は心配はないですかね。ないですね、まあ、もうオーストラリアも20頭立てでしたし、はい、まあ、本当どんな競馬もどんな力でもできる馬ないので、はい、当日が雨の可能性もあるようですけれども、あ、まあ、そういう馬場の良し悪しみたいなものはどうですか、まあ、先生。あんまり振らない方がいいと思います、はい、できれば両馬場でというかといってね、先週みたいな馬場になっても困るしねちょっと難しいところではあるんですけど、はい、オーストラリア香港が本当にもうすごい雨でしたしね、前走が久しぶり両馬場だったんで、この馬、まあ、NHK マイルカップも、まあ、やよも思うぐらいの馬場でしたんでね、はい、本来のあのキレを発揮するのは両馬場だと思うんですけど、はい、最後になります、抱負をよろしくお願いします。そうですね、まあ
まあ、オーストラリアでね、こう賞金優勝してますけど、やっぱり格付けのないレースでしたのでね、なんとかこの、まあ、G1 手が届くところはあると思ってますので、その、まあ、スタッフと一緒にね、一生懸命やってますんで、なんとか G1 勝てるように頑張りますので、応援のほどお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。